はい、こんにちは、久しぶりです。ブロガーのココナッツです。本当に久しぶりです。本日、非常にこう、撮影に適して適度な雲も存在してるんですが、本日の第1回目の、この動画のレビューでお伝えする場所は、埼玉県にあるですね、国営武蔵丘陵森林公園ですね。本日ここに来ています。まあ、実際ともう朝の4時ぐらいから起きまして、いろいろ支度しまして、まあ、それでまあ買い合って一番乗りというわけですね。どこかで見たなんかデジャブな、光景が広がってるので、まあ、おそらくは皆さんもあれ、なんで今頃、芝桜がと思われるのでしょうが、実は違うんですね。ペチュニアという、種類のまた別の花なんですね。それが証拠にですね、もう自分が実際に羊山公園の、 芝桜を撮った時とは、この拡大してみましょう。実際にもうね、群生の仕方が違うんですね。じゃあちょっとこの辺から、あ、ここが分かりやすいですね。どうです、芝桜とは全然違いますよね。あー、ここなんかいいですね。こんな具合に群生してるんですね。まあ、あとここの武蔵森林公園、まあ略してですけど、でまあ実際とはいつも中央ゲートの、入り口、あ、まあ、駐車場も兼ねて、そこをまあ主に、撮影の、活動の場としてるんですが、本日はですね、もう少し道路をぐるっと迂回する形で西口のゲートでこの開園を待ってたんですね、公園の。まあ、実際のところを言うと中央ゲートでもよかったんですけど、ちょっと撮影の最中アクシデントで足を軽くちょっと打ってしまいまして、今ちょっと軽くテーピングしてるんでちょっと痛いので、なるべく長く歩かずに一番被写体に近い、まあ、駐車場はどこかなと思っていたら、まあ、西口だったら近いかなと、まあ、単純にそれだけなんですかね、というわけです。本当にね、今日はね、写真映えしますよ。うん、もう見事の1号につきますよね。もう秋らしい、見てください、飛行機雲ですよ。あー、すげえな。向こうにはオーロラのような雲も見えますね。まあ、本日自分が後を持ち込んだレンズはおなじみのキヤノンの、キヤノンさんの EOS80D とで、まあ、50mm の F1.2 の明るさを誇るものですね。ちょっとバック開けてないんで見えないんですけど、他には、16mm から35の F4 同士、でそれとあとはまあ、この50だけではさすがにもうちょっと引き寄せるのは厳しいかなっていう時のために、まあ、135mm の、
明るさ F2.0 っていう、同じやはりあの L レンズ、本日はこの3本体制ですね。この3本体制で挑んでるわけです。まああのブログだとかちょっとしたあの物撮りのために、あの当然こういうあのパワーショットも持ってきてるんで、まあなかなかの重量物になるんですが、確かに暑いんですけどね、まだ時間が早いということと、湿度が実はさすがに関東の平野とか、茨城ほどじゃないんですね。さすがにちょっと山間部ということもあってカリッとします。暑いには違いないんですけど、なんていうんですかね、命の危険を感じるような、このグデーとするような、なんか湿り気っていうのにはちょっと縁遠いですよね。ではまたちょっと撮影に集中したいので、ちょっとこう、動画の紹介はこれで失礼させていただきます。